沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日は素敵なお客さんに来ていただきました。HY の皆さんですよ。さあ、というわけでね、HY の皆さんはね、昨年末12月の23日にスカイフェス、はい、大成功でしたね。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。若干寒かったっていうね。いや、若干ではないいやでも本当にあの手作り感あふれる小学生がいて中学生がいて雨割りも出てということで、はい、うん、どうでしたか。いやもう最後に南風という歌を歌ったんですけど、はい、もう会場に来てくれたみんな出演者が一つになって、はい、そのパワーはやっぱものすごかったですね、うん、そうですね。僕もずっと現場にいてあの見てましたけども、ボランティア200人近くのね、はい、そのボランティアいて小学生おじいおばあまで本当に一つにこうなった素敵なコンサートでした。実はこの沖縄音楽旅行の、取材を兼ねて今日来ていただいてまして、そのスカイフェスの反省会と次はどうしようかみたいなのはこちらの、沖縄音楽旅行に、掲載の予定になってますんで、ぜひ、お楽しみに。たっぷりとねお話いただきました、はい、さあそして3月の7日には、はい、じゃじゃん、はい、HY のじゃあ、どなたか発表しましょう。 OK、はい、いいですか、はい、7枚目のアルバム「パレード」がリリースされます。おはようございます。3月の7日7枚目ということですね、はい、タイトル「パレード」なんですが、何か込められた意味のような。パレードは本当に今回生まれた曲たち一曲一曲が本当に前を向いて、うん、パレードしてる、そんなこうね、パワフルな曲たちが生まれたので、ぜひ皆さんにこのパレード、ね、届けたらいいなと思って、はい、もう本当に新しい曲たちが皆さんに会いたがっているので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで素晴らしいね、ボーナストラック入れると全14曲っていうね、もうたっぷりこう、楽しめますし、初回限定版は、はい、うん、なんかこうたっぷりですよね、またそうですね、プレゼントたっぷりな感じで、はい、あのスカイフェスの映像も混ざってますし、うん、そしてあのガジュマルビート1曲目に収録されてるんですけど、うん、その PV も中に入っていて、はい、そしてまたあの特典もね、はい、いろいろとあります、うん、もうなんか喜んでもらえる、盛りだくさんです、はいはい、もうね、ぜひねこのアルバムゲットしていただきたいんですが、詳細は多分この辺に今あの出ている予定なので、はい、ね、もう楽曲あれですよ、あのスカイフェスでもやってガジュマルビート勝ち足エブリデイからね、はい、あのイズンの、はい、あのラブバラード、そうですね、ね、男子聴いてねっていう、もうぜひぜひ聴いてほしいですね、男性にはもっと、はい、もっと強くなれよみたいな、うん、はい、わかりましたこの感じでぜひね、本当にね素敵な楽曲がたくさんあってということで、じゃあちょっとあのお一人お一人ですね、あのラブウェブの読者に向かってですね、あのこの、まあ、アルバムのことでもいいですし、あのコメントをいただけますか。はい、本当にパレード、あの曲一つ一つが一人じゃないよ、みんなで一緒に歩いていこうっていうことをあの訴えてる曲たちで、そしてまたなんか明るく未来になんか行こうっていう感じをあのすごく表してるアルバムなので、本当にたくさんの人に聴いてほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そうアルバム出したとやっぱツアーも、はい、アリーナツアー今年やりますので、うん、沖縄でも公演があるのでぜひ遊びに行ってください。はい、よろしくお願いします。アリーナツアーです、はい、もう本当に元気な一枚が仕上がったので、かといって僕がちょっと喉ね、やっちゃって元気じゃないんですけども、本当によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も愛がたくさん溢れるアルバムとなっております。家族に対する愛であったり、友達、彼女なので、もう聴いてくれるみんなの中にもう何曲、14曲気に入る曲があると思います、うん、全部ですねなのでぜひ、まあ、楽しみに待っていてください。はい、はい、本当に今年はですね、7枚目のアルバムがやっと生み出すことができて、皆さんに届けられることも本当に嬉しく思います。その後もですね、日本武道館 2days を皮切りに、久しぶりのアリーナツアーをして、全国のファンの皆さんとつながれることを本当に嬉しく思っています。その後もですね、また今年もスカイフェス、皆さんと会えるの楽しみに待ってます。本当に去年よりもパワフルな HY でいこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。
さあ、というわけで全国のアリーナツアー日本武道館を皮切りにということでね、はい、ぜひこのね、3月7日リリースのパレードね、こちらをお楽しみいただきながら、沖縄ラブウェーブでもですね、実は一曲一曲根掘り葉掘りこの14曲についてお話を伺っておりまして、今日、3時間ロングインタビューな感じなんですよね、はい、本当にどうもありがとうございました。さあ、というわけで全国の皆さんにこの音をお届けに参りますんで、ぜひ、この今後とも、HY 応援よろしくお願いしますということで、HY の皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ライブで会いましょう。